ベイスターズ交流戦同率首位、夢の交流戦優勝へ。優勝もらったな。これもう横浜優勝だろう。西武と楽天残してる巨人の方が有利じゃないか。しかも2軍レベルの西武の裏ローテと当たるし、巨人の中継ぎを信じろ。ここで優勝争い経験するのは良いかもね。まずは交流戦優勝しようや。ハムに3立ていけるか。最近ハムなんか知らんけど強いから、俺たちの知ってるハムと思わない方がいい。残り全勝すれば文句なしや。タイトル取って後半に向けて弾みをつけたい。ホームだし5勝1敗くらいいけるやろ。本拠地だから最低でも4勝2敗でいって、阪神と3ゲーム差ぐらいで直接対決で3連勝したい。